日本大震災が起こる2ヶ月前に幸せ経済社会研究所を作ったんですけれど、それはやっぱり環境問題10年以上やってきて、もう表面的な、まあ、症状のところだけやっていても追いつかないな、その問題を次々生み出している本当の幸せとか経済とか社会とか、そのつながりとかを考えていかないといけないなということを、まあ、しばらく前から思っていて、でいよいよそこをやっていこうということで研究所を作りました。最初はその環境問題、まあ、例えば温暖化とかいろいろな問題について書いていて、まあ、今もそれは書いているんですが、こう環境問題いろいろやっていると、その一番根っこにあるのは幸せの問題じゃないかなって思うようになったんですね。やっぱりその今の環境問題を作り出しているのは経済成長をどんどん続けようとしていることだと思っていて、まあ、経済成長するためにはたくさんのものを地球から取り出して、それで大量生産して大量消費して大量廃棄してたくさんのものをまた地球に戻すっていう、それをやらないと経済成長って続かないですよね。何のために経済成長してるんだろうと思うと、やっぱり多分人々の幸せのためだと思うんですよね。だけど経済成長することが本当に幸せに今役に立ってんのかな。本当は幸せが目的で、幸せになるためにお給料が必要で、だから働かないといけないっていう、働いてお給料をもらうことは本当は手段のはずなんですけど、今残念ながら多くの日本の人にとってその働いてお金をもらうことが目的になってしまっていて、例えばお金もらうために体壊すほど働くとか、本当は自分がやりたいことでなくてもお金もらうために仕事としてやって、まあ、本当の自分とやってることがあまり違っちゃうとそれはストレスになったりするし、多分幸せについて考えたり感じたりっていう時間もないほど、もうとにかく忙しくて働いてっていう、それで一日が過ぎちゃってる人がとても多いような気がしますね。何かこう例えばお金がいっぱいあればとか、こう何があればっていうよりも、自分の在り方として自分が一番腑に落ちている生き方ができてるなとか、自分が大事だと思っていることを一緒にやってくれる仲間がいるなとか、そういうことが私にとっては一番幸せかなと思います。どうしても普段の生活とか仕事って忙しくなったり慌ただしくなったりして、そうすると幸せを感じたりそのことを考えることもできなくなっちゃうと思うんですね。なので私は、まあ、瞑想というほどではないんですけど、必ずその朝少し時間を持ったりして、忙しい仕事があったとしても自分自身に戻る時間を持つようにしています。それが私にとっては幸せにつながっているなと思います。